つまり染谷はその清美さんって人を菅井たちに人質に取られてたわけですか。まさかあの清美さんが。許せん。こがあなことがあってええんか。分かってる。だが話は後だ。今いるこの場所も危ねえ。連中の狙いは俺たちだ。尾道の秘密を暴いた俺らをどこまでも追ってくる。こうやって一塊になっているのは危険だ。しばらくそれぞれで身を隠した方がいい。確かに。せめて岩見と菅井が今どこにいるか分かれば他に手の内を回るんでしょうけどね。頭、屋上で外の空気吸ってくる。キリュウの兄貴の言う通りじゃ。踊れれ。わしが戻ってくる前にここを出とけ。落ち着いたら居所をわしに知らせ。わからんのか。のんびりしとる暇なんぞなぁど。今は一度散るんじゃ。これ以上はもう誰も殺させんぞ。わしは秋山、お前には雄太を頼めるか。例の下水道なら東城会も陽明連合会も知らないはずだ。わかりました。遥たちの方はどうなっている。伊達さんが動いてくれてます。今日中には警察病院から場所を移せるようでした。そうか。桐生の兄貴ん、清美さんのことをもし気に病んでるなら絶対に兄貴のせいじゃないっすからね。動くときは声かけてくださいよ。一つ聞いていいですか、キリュウさん。なんだ。ミレニアムタワーでもし菅井に会えてたら、キリュウさんはあいつをどうする気だったんです。よくよく考えたら不思議だったんです。相手は桐生さんたちを殺そうと動いている。その周りの人間を巻き込むことを平気でやってのける連中です。話が通じる相手じゃない。だからもしかしたら桐生さんは菅井や岩見常を殺そうとしてたんじゃないかって。違いますか。もし堂島の竜が人殺しに手を染めれば、神室町はもうあなたをボスとは認めなくなります。俺を持ち上げるのはもうやめてくれ。俺はカムロ町どころか身の回りの人間を守ることさえできねえ、ただのヤクザ崩れだ。なんて言われてもあなたを諦める気はありませんよ。岩見常夫と菅井がカムロ町を握ればもうこの町は死んだも同然です。今この町にはあなたの支えが必要なんですよ。それだけの歴史をあんたは今までこの神室町に刻んできしまったんだ。俺は一度どん底に落ちて神室町に救われた人間です。あんたが帝王を救いならいつでも俺の手使ってください。桐生の兄貴、他のもんはもう出て行った。俺に何か話があるんだろう、南雲。岩見常は明日クルス・タケルの葬儀の後造船所に行くはずです。確かか。陽明連合会の二代目襲名じゃ言うて広島に招集がかかってる。
いいのにサヨリを入れさせたんじゃ。登場会の菅井も来るらしいで。わしは奴らを刺し違えてでも殺す。兄貴もそのつもりなんじゃろ。はあ。ほいじゃが、わしと兄貴だけで十分じゃ。一家の連中も秋山さんもこれ以上巻き込めん。俺もそのつもりだった。どうやら俺とお前で死ぬ時は一緒になりそうだな、兄弟。そいつは今日初めて聞くええニュースじゃ。わしはもういつ出てもええですけ。ほいじゃが兄貴はそうもいかんじゃろ。うん。カムロ町に別れよういう時間はまだあります。わしはセレナの中で待っとりますけ。用が済んだら声かけてつかせ。ほいじゃ。兄貴、もうカムロ町に思い残したことはありませんの。ほいじゃったら最後の蹴りつけに行けますんで。ええですかいの。ああ、行こう。岩見造船では尾道神会長本社で今日午後、岩見平蔵会長の社葬が営まれました。超大和級とされる謎の戦艦が浮上後、十分な説明のないまま拳銃自殺を遂げた岩見会長ですが、あれ、岩見造船がこの難局をどう乗り越えるか、市の後継者である岩見恒夫社長の今後の動向が注目されます。大したもんですな。お待ちしてました。二代目クルス・タケル襲名のいい余興になります。すぐに三代目が必要になる。わしは染谷優が嫌いじゃなかったんですがの、あの美人ママもかわいそうなことしたと思うとる。腰ミス、
広島のこの土地であんたに勝ち目はありませんよ、桐生さん。勝ち負けに来てるんじゃねえ。お前らさえこの世から消えてなくなりゃ全部ケリがつく。わしら死にに来とるんじゃ。踊れる！かかってくんならそん格好で来いや。
そろそろ終わりにするか、菅井。ええ。はるか。坊ちゃんも、なんでじゃ。本庄という東京の刑事を知っているか。何。今日の昼、その本庄に警察上層部からある特命が下されたんだよ。伊達という刑事を見張り、そいつが違法に監禁している赤ん坊とその母親を救出するようにと。本庄、なんでここ。伊達さん、あなたこそなんでこんな真似をしたんです。どういうことだ。誰の命令でここに。伊達さん、これは監禁の現行犯です。無駄な抵抗はしないでください。違うぞ本庄、こいつは遥たちを狙う連中の差し金だ。警察の上層部に誰かが手を回してる。私への命令は正規の手続きで下されているんです。連れて行け。お前ら、伊達さん。女とガキを死なせたくなきゃ指一本動かすな。おっと、四代目、あんたは東条会と陽明連合会をいっぺんに敵に回したんだ。なめてんのか、てめえ。六代目、甘く見やがって。死ねえ。どけ、すげえ。あんたじゃ殴り殺すのに時間がかかる。本質を見誤っていたよ。俺にはあの人を超える野心と抑えきれねえ力への渇きがあった。日の当たる道を歩かせようって親心がかえってあだになった。抑えつけられりゃ反発するのが子供ってやつじゃねえか。裏社会でこそ生きる。
この俺の才能に親父は気づいていたはずなのにな。伝説の国土クルスタケルの名は俺が名乗るべきなだ。10数える前に立て。出なきゃ女を殺す。おじさん。おっと、無理かな。踊れはこっちじゃ。兄貴、頭、ハルカとハルトは俺らが守ります。抜け駆けしたわ。後でみっちり説教したるけ。あんたら立てや。立ってつかせ兄貴。兄貴立て。この死に損ないが。お前らが誰に喧嘩売ったか、これからたっぷり思い知らせてやるぜ。ふざけるな。今見た。踊れの相手はこっちじゃ。おじさん。思い残すことは何もねえ。俺と一緒に地獄まで付き合ってもらうぜ、岩見の坊ちゃん。貴様、お前らだけは生かしちゃおけねえ。全部ここで終わらしてやる。行くぞ。Oh!
ほう。地獄へ来るの待ちかねてる人たちが大勢いる。お前は極道の世界に仇を巻き込む下道だ。地獄で覆い女とか火を殺せ撃ち殺せ。ナグモ！くそ！死ねよ！ほら、早く死ね！無事です。大丈夫です、兄貴。あいつらを頼むぞ、ユタ。しっかりしてくださいよ、兄貴。くそ。よくも気流の兄貴を。
救急車急いでくれ、頼むよ。おじさん、よかった、はるか。そんな満足そうな顔しないでよ。死なないで、おじさん。諦めるな。ユータとハルトと、はあ、幸せに。キヨちゃんはずっとあんたのことを気にかけとったんじゃ。三つの時に別れたんじゃったの。覚えてるんか、母ちゃんのこと。写真でだけ。でもお父さんがいろいろ話してくれた。ソメヤが。お父さんの仕事のせいでお母さんは出ていくしかなかったって。お父さんはいつも自分が悪いんだって言ってた。そうか。ほいじゃが、あいつはあんたのことを大事に育てとったんじゃな。のうキヨちゃん。まさか清美さんが無事でおったとはのう。小清水のやつがかくまっとったんじゃって。小清水は空砲で清美さんを撃ったんです。彼女を助けようと自分で腹刺した染谷に、小清水もなんか感じるもんがあったそうで。あいつも世が世じゃったら、あんなゲスどもに使われる男じゃなかったんじゃ。菅井と岩見の言いなりになっとる自分に、ええ加減嫌気がさしただけと違うんか。それでもいいだろう。おかげで清美さんは生きてる。南雲の頭も哀れじゃの。恋敵は清美さんのために自決した染谷じゃ。どうあがいても勝ち目はないじゃろう。しばらくは広瀬一家の立て直しに専念してもらおう。後のことを頼むな、田頭。松永の兄貴も沖縄に行っても達者でな、雄太。はるかちゃん。ない。もちろん春ともじゃ。キリュウの兄貴のことは残念じゃった。わしらもまだ信じられん。阿川に強い人が。でもこの子は大きくなってもきっとおじさんの背中を覚えてると思います。私も絶対に忘れないです。おじさんとこれまで一緒に歩いてきた道の続きを、今度はこの子と歩かなきゃ。
無所出たとこで疲れとるやろが、俺らもお前が出てくんのを待っとったんや。話は聞いとるやろ。陽明連合会と戦争が始まるで、四代目の首取られた言うて若い衆がイキリ立っとる。もう止められん。俺も気持ちはわかるけどな。そしたらどないする？六代目クルス・タケルは死に、息子の石見恒雄もぶち込まれた。小清水って男は陽明連合会の跡目としてまだ広島を掌握できていない。何や、今が広島への攻め時や言いたいんか。まあ広島でもうちの報復が来ると思うとるはずや。やるんやったら早い方がええやろ。俺は後悔している。言えた義理ではないが、俺はお前の親のつもりだった。ならば俺は親として伝えなければならないことが山ほどあったはずだ。だが俺はそのことに正面から向き合おうとしてこなかった。そんな俺の前にさまざまな親子の形が次々に現れた。しがらみや掟に縛られ、子供を純粋に愛してやれなかったことにようやく気づいた親。親を超えることで認めてもらえる、愛してもらえると頑なにまで信じた子供たち。そんな親とこの隔たりが多くの不幸を招くのを目の当たりにした。彼らは親子として向き合っていなかったのだろうか。そうじゃない、彼らは親子の絆を信じていた。それぞれが苦しい定めの中で親子の絆を確かめようと必死で思い悩み続けていたはずだ。ただ彼らには親子として共に過ごす時間が足りていなかった。それだけだ。でもそれはきっと大切なことなんだと思う。だが俺も彼らと同じ鉄を踏んでいた。俺は曲がりなりにも登場界の四代目だった。六代目としてお前を登場界に引き込んだのも俺だ。大吾、俺はお前の親としてそばにいてやる必要はないと思っていた。堂島大吾を男と見込んでお前に全てを託していたといえば聞こえはいい。だが俺はお前と持つべきだった親と子の時間を捨てて運命と向き合わず、消せない過去からも目を背け逃げていただけだ。
あの親子たちのことを思うと、今の俺には言葉もない。そんな俺がお前や登場界の親だと名乗る資格はない。だからこの手紙を読んだ時、もし俺が死んでいたとしても、どうか親の仇を討とうなんて思わないでほしい。俺の命にそんな価値などない。それが俺の最後の頼みだ、大吾。親からもらった遺言を俺は守ります。広島と戦争はしない。その上で陽明連合会にはこっちから申し出て五分の杯を交わします。キルーちゃんに先手を打たれとったわけか。俺はあの人の手紙に超えるべき親の背中を見た。立派に親やったやないか、キリュウ。またこのビルでスカイファイナンスを開きますんでね、ご挨拶をと思いまして。ああ聞いたよ、おめでとう。それで桐生さんのことですけど、伊達さんは本当にあの人の遺体を間違いなく確認したんですか？ああ、そうだ。よし、もう一回だな。頑張れ、さあ来い、ハルト。頑張って、ハルト。頑張れ、頑張れ、ハルト。もうちょっとだよ。頑張って、頑張って。おお、すごいハルト。ああ、もうちょい。キリュウさんの死を確認したのはあなただけだ。その後遺体は不可解にもすぐ火葬にされちまった。キリュウには遺族がいない。あの日俺が遺体の確認に呼ばれたのは警察関係者の友人としてだ。何度聞いても答えは同じってことですか。いつか本当のことを話せる日が来たら、その時は違う答えを聞かせてもらえますよね、伊達さん。見えるか、桐生一馬君。つい今しがた大道寺稔先生が亡くなられたと知らせがあってな。誰だあんたは。
私は政治家としてのイロハを全て大道寺先生に教えられたものだ。今回の野道の一件、マスコミも世間も大騒ぎだ。選挙も近いというのに全く困ったもんだ。火消しに追われて身が持たんよ。まあ時間が経てば火は消える、そんなものだ。だがつまらん火種が大事になることもある。超大和型戦艦クルス・タケル、岩見つねお、それらと大道寺先生とのつながりが万が一でも表に出るようなことがあってはならん。そうだろう。もしあんたからマスコミにでも知れれば、先生の名前に傷がつく。するとそのことで過去の過ちを詮索される人間が出てくる。彼らの多くは今この国を支える指導者たちだ。わかるかね。つまりあんたもその一人で、口封じの賄賂ってことか。いろいろ調べさせてもらったよ。養護施設のことを気にかけているんだって。じゃあ金も必要だろう。私は情け深い人間でね、憔悴している人間に鞭は打たない。それを気持ちよく受け取って全ての秘密を守るという意思、それさえ示してくれればいいんだ。断る。何？全てを秘密にしたいのなら俺の条件をのめ。なんだと？自分が何を言ってるのか分かっているのか？堂島大吾という男を無所から釈放しろ。奴が出てこないと広島で戦争が起こるぞ。これ以上の火種は起こしたくないんだろう。そんなこと、貴様自分の立場が分かっているのか。条件が飲めないんならこの取引はなしだ。秘密に一生を怯えて暮らせ。極道ごときが、舐めるなよ。命が惜しくないのか。場合によってはお前が大事にしている人間も巻き添えになるぞ。やってみろ。いろいろ調べたんだろう。俺を本気で怒らせたらどうなるか試してみるか。なら貴様が秘密を守るという保証はどうしてくれる。死んでやるよ。何？あんたの力でこの病院で発行した死亡届を作ってくれ。そうしたら俺は一生消え続けてやる。最後の条件はそれだ。何言ってんだキリュウ。聞いていたろ。俺は消える。俺の死体を確認したとあんたがみんなに伝えてくれ。どうなんだ、この男が証人だ。条件を飲むのか。おい、ふざけるなって。分かってんのかお前。そんな真似したらもう二度と遥かや遥人に会えねえんだぞ。そうだろうな。分かった、その条件飲もう。
なんでお前ばっかりこんな。ハルカやハルト、それに俺の周りにいてくれた多くの仲間たち、あいつらを守れるなら俺は喜んで死んでやるさ。たく、重いもん背負わせやがって。バカ野郎が。よし、その調子だハルト。できるぞ。マンゾさん。頑張れ。